ャリンにかけて聖書の使用にしたいんです。で、8っていうのは2が3つあるんですよ。それにあと何か整数を今回この点 A のそのために必要な1座標を A としたとき、そうするとここの Y 座標はちなみにどうなるかというと、そうから何かもう一個加えて、そうね、この2次関数のグラフ上に点 A を、まあ、代入していいよってことかな。じゃあこれが今、まずカッコ1番何聞いてるか、点 B で、ね、点 B の座標を X 座標を A を用いて表せるとか。だからまずは点 B の座標を聞かれてるんだから、点 B の X 座標はまず T と。これはもう T だ。そうすると Y 座標は。そういうことや、はい。そうすると今この点 B っていう点と点 A、これこの2点を通る傾きがマイナス 2A プラス1だよ。そうするとさ、2点の座標から傾きだけを瞬時に出す方法を覚えてる。多分それのマット。それ多分中点。傾きだし。ほら、また使いました。X 同士引き算したもの分の Y 同士引き算したもの、そうすれば X の増加量分の Y の増加量が増えるから傾きが分の、今回は A-T 分の分のマイナス A 2乗引くマイナス T 2乗引くマイナス T 2乗、これがこうなります。こんな感じで、ちなみにこれ見やすいようになるか、あ、そうです、マイナスじゃん、マイナス A-B-T、 これちなみにマイナス A2 乗プラス T2 乗になるんだよね。これはちょっと順番入れ替えると T の2乗がマイナス A の2乗になるわけだから、2乗引く2乗の公式使うと T 引く A、 T 乗足す、ということは、そうだな。ただ今回ここな、こっちは A 引く T に対してこっち T 引く A だから、無理やりこれを逆の T 引く A に変えてあげて、マイナスを先頭にってくるっていうふうに考えると、ちょうどこれやるようにできそうです。そうすると左辺がどうなるかというと、ただのマイナス A マイナス A で、こっちはマイナス2A プラス1で、今聞いてるのは B の X 座標を A で表せ、 T イコールのマイナス T イコール、これが持ってかれるからマイナス2A プラス1になる。ってことは両方にマイナスをかけてあげると A-1 になる。だから T の X 座標っていうのは A で表すと A-1 になるよっていうのが正解。こうやってやりたいと思います。Gonna be whatever you say. You may feel like being alone, but I can be the one you lean on now. The world is yours.